また縦スティックを少し下ろす。これ弓のように引く。どうも、ビスちゃんです。今日は先日アップしましたドラムの特殊奏法レベル1から10解説編でございます。それぞれレベル1から10のテクニックをやり方を解説しながら、難易度、インパクト、実用性、この3つにポイントを振り分けながら解説をしていきたいと思います。これ僕がレベル1から10でテロップに出していた名前に関しては、これ正式名称じゃありません。レベル1ハンドプレイ、スティックをあえて持たず手で叩く。このハンドプレイをする利点としては、パーカッションのような印象になるんですよね。サウンドもエキゾチックでオーガニックな感じの雰囲気になります。雰囲気はガラッと変わるので、ドラムソロのいろんな場面転換の中で一つそういう手で叩くエキゾチックゾーンを作る際なんかに、このハンドプレイ利用するといいんじゃないかなと思います。で、難易度という点で言えば、まあこれをやること自体は簡単ですよね。だって手で叩くだけだから。ただよりパーカッシブな奥深い沼へともっと突き詰めていったら、難易度はもう爆上がりですね。インパクトはまあ雰囲気を変えられるという点ではそこそこありますね。ただ飛び道具的な、何やってんだあいつっていうほどのインパクトには欠けるかなと。で、実用度、まあこれもドラムソロで手叩きゾーンを取り入れる方は結構多いです。10分間ぐらいのドラムソロをお客さんに見せますっていう場合には、大抵この手叩きゾーンある気がします。バンド演奏の中で手でドラムセットを叩くってことはあんまりないかな。ので、もしそんぐらいのドラムソロをやる機会あるって方は取り入れてみてください。レベル2縦スティック、まあ、これも見ての通りスティックを縦にして叩くだけ。これをすることによって、この普通にいつも通りチップで叩くよりも縦にスティックを当てることによって、すごい柔らかい金物だけの響きが伝わるようなソフトな印象になるんですね。セクシーですね。コツとしては、まあ、スティックも握り込まずにこう柔らかく持って、シンバルの角度に対して垂直に当てる、優しく。結構実用度は高いんじゃないかなと思います。静かなバラードとかで実際にバンド演奏の中でも使うこと、僕自身使うこともよくありますし、難易度も高くありません。もちろんインパクトという点ではね、そんな印象強いテクニックではないですが、すごく音楽的なテクニックかと思うので、ぜひ試してみてください。レベル3いろんなとこ叩き、これはジャズドラマーの方なんかがよくその内で使うこと多いですね。こういうスタンド叩いたりとか、なんなら床叩いちゃったりね、バスドラムの頭の部分使ったりなんかも。これもまたちょっとパーカッシブな印象になりますよね。で、これもごめんなさい、コツとかはないわ。叩くんだ。うん。レベル4、ピッチベンド。ピッチベンドは、この筒に皮が張ってある、この皮がね、伸縮するという特性を生かして、打音のピッチを変える。あとは、これは、神保明さんがやった、やってるのを見て真似したテクニックなんですけど、こう叩いたスティックをそのままダメに押さえつけて、そのスティックを叩く。それによってこのダメのピッチを変えながらスティックの音も混ぜてフレーズに組み込めるっていう、すごいかっこいいフレーズですね。まあ、これも難易度という点ではすごいアナログな手法なんで、難易度も高くないですし、インパクトもね、テクニックを知らない人からしたら、なんだ今のなんか音すごい分かったなって、インパクトはそこそこあるんじゃないかなと。まあ、実用度という点で言えば、まあ、これ今回のテクニックにほとんど共通することなんですけど、これもドラムソロ用かなって、ドラムソロの中でピンポイントに組み込むぐらいが実用性の着地点なのかなと思います。レベル5、人力ディレイ。ディレイっていうのは、あの音の残響ですね。おうおう、レレはジャイアンアンアン、あれディレイです。ああいう音のエコーですね。残響が繰り返される山彦のような現象、これディレイって言いますけれども、音をだんだん大きくしていく、クレッシェンドの逆で音をだんだん小さくしていくことによって遅れて残響して鳴っていく現象を手動で表現するということですね。何回か連続で叩くんですけど、ちゃんと叩くごとに小さくしていく。
どうですかね、ディレイっぽく聞こえないですか。これコツとしては普天のリズムでやるのがいいですね。今のビートで言うとタッ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 でやるといい。まあ8分音符でもいいんですけど、せわしないですね。逆に4分音符でやると、ちょっとおしゃれ度が減っちゃうんすよね、8分音符とか4分音符だから。これは普天のリズム、このリズムで一回一回合間にミュートをする、もう一つの手で止める、それをやるとこうディレイっぽくなるんですね。もちろんシンバルでもできるし、スネアでもできる。これはちょっと難しいですね。そのデクレッシェンド、綺麗に音が減衰していく様を手の強弱でちゃんとダイナミクスを美しくつけるっていうのはちょっとテクニックがいるかなと思います。すごいデジタルな演出を人力でつけているから、すごい人間味も感じられるようなテクニックになってる。で、生で見た時も結構インパクトあります。まあロックバンドのとかポップスで使うと逆にちょっとおしゃれすぎてくどいかもしれないですね。フュージョンとかのジャンルだったら結構アクセントとして使えるんじゃないかなと個人的には思ってます。レベル6、スネアとハット同時叩き。この、スティックのお尻の方でスネアドラム、前の方でハイハットを同時に叩く。で、それを両手でやる。サンバのリズム、サンバのシェイカーがハイハット、ティンバレスがスネアで、それをカーニバルで大人数でやっているっていうの、あのサウンド感にちょっと近づけることができるんですね。これ同時に叩くことによって南国っぽい印象を受けませんか。だからこれを使うときはラテンっぽいときとかボサノバっぽいときに使うのがおすすめです。こういうリズムですね。サンバキックとかがねできないとフレーズとしては成立しづらいので、その意味では難易度は少し上がるかもしれないんですが、スネアとハイハットを同時に叩くっていうテクニックができればそんな難しいことはないんじゃないかなと思います。実用性の意味ではちょっとジャンルがすごい限られるし、ちょっと実用性にも欠けるかもしんないですね。まあでもすごい雰囲気を変えるには効果抜群なので、その意味ではおすすめのテクニックです。レベル7、シーソー叩き。まあこれももちろん僕が名付けた名前なので、むしろ正式名称を知ってる人がいたらぜひコメント欄で教えてほしいんですけど、まあ、シーソーっぽいじゃないですか。スティックの真ん中を持ってこうシーソーのようにね、両サイドを上げ下げしてるわけなんですが、シーソーのようにすることによってどっちもで叩ける、速い、つくつく、普通だったらこのスピードでしか叩けないものが倍のスピードで叩けるようになる。まあ一応ねこういうリムなんかでも応用はできます。持ち方はコツとしては、まあ、こう人差し指だけ出した方がやりやすいかな。ね、難易度はちょっと高いかもしれないです。ジャンルは限られますが、ドラムンベースのような細かいズクズクタクズ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 クタっていうようなビートをやるときにこれ使うと何ってなるんじゃないですか。インパクト結構ありますよね。バンド演奏の中でも使えるとは思いますし、ドラムソロでもここぞという時にこれ入れ込んだらいいスパイスになるんじゃないかなと思いますので、ぜひ試してみてください。レベル8、人力リバース。そもそもリバースって何なのかっていうと、まあ戻す、巻き戻すってことですよね。例えばこういうサウンドです。実はいろんな場面で結構使われること多いです。とかいくぞいくぞのドーンに向かう助走として使われるようなサウンド効果なんですけど、でこのサウンドを生のドラムで近づけたいというテクニックがこの人力リバースでございます。どうやってやってるかっていうと、これもまた縦スティックを少し応用するんですが、これ弓のように弾くんですね。ね、後半強くなるに従って擦りつける強さも少し強くしているんですね。最初は弱くで、後半になるに従ってもうちょいこの擦りつける圧をグッとハイハット側に押します。
で最大点に到達したら左足でバッとミュートする。これによってシャープシャープっていうリバースシンバルに近い効果を演出してるわけなんですね。で最大点ミュートした直後に最大点に来る楽器、まあ僕がやってた場合で言うとスネアなんですが、とかね、難易度で言うと結構高いですね。っていうかまあレベル8に置いてるぐらいなんで、繊細なダイナミクスの調整が必要なので結構難しいですね。インパクトもこれは上手にできたらインパクト超絶大なんじゃないかなと思います。実用度はねどうだろうな、音量もあまり出ませんし、結構繊細なダイナミクスを拾ってもらわないとこの効果ちゃんと伝わらないんで、ちゃんとハイハットにマイキングもされている状況とか、結構アンプラグドな雰囲気の方が効果が発揮できるんで、めちゃくちゃ連動が上がってバンドセットの中でもしっかりダイナミクスも鳴らせますっていうほど上達した人なら、まあ、実用性ももちろん上がってくるかなとは思います。僕も取り入れるように練習したいなとは思ったりします。皆さんも試してみてください。レベル9ハンドバスドラ、バスドラを手で叩いちゃう、まあ、この右手右足のコンビネーションが結構いろんなパターンができないとそもそも活かしづらいテクニックであるし、音量も出ないでかなり難しいテクニックではあります。こうスティックをねひっくり返してこう叩いてるわけなんですけども、これもそもそもめっちゃ叩きづらいし、ただまあ難しいからこそ結構ロマンがある。右手右足のコンビネーションを極めた方ならここでツインペダルかそれ以上のバスドラパターンを奏でながらフレーズに組み込むことができるんじゃないかなと、っていうのとやっぱこれ使えるとかなり特殊な叩き方をしてるんでインパクトもでかいですよね。まあその意味でねやっぱ実用度はどうしても低いです。まずバンド演奏の中でこれを組み込むことはほぼないんじゃないかなと思いますが、その分ドラムソロでねぜひチャレンジしてみてください。レベル10片手ロール、これはグラビティブラストなんて名前でも正式名称があったりはしますが、一連の動作がこれです。1 2 1 2、ポイントはこのリムの部分ですね。こうリムを支点としてこれまたシーソーのようにここに引っ掛けながら叩いてそれを戻す、本来一発であるはずの1打がこれで2打になるんですね。リムをあまり鳴らさずに革とリムを同時に叩く一発目、これにコツが結構必要かもしれないです。これを早くやるとこういうことですねってなりますね。もうインパクトの塊なんじゃないかなと思いますが、まあ、とにかく難易度はちょっと試しにやってみてほしいんですけど、すごいちゃんと鳴らすにはめちゃくちゃコツが必要です。ぜひ我こそはというねドラマの方、このグラビティブラスト片手ロールぜひね自分のテクニックの武器の振れ幅の一つに加えてみてはいかがでしょうか。ドラムという楽器のねこの筒に革を張っただけ、金物を置いてるだけっていうものすごいシンプルで武骨な作りだからこそ、アナログにいろんな叩き方の可能性が実はこんなにあるんですよね。これもドラムの一つの魅力かなと。僕に出会ったことをきっかけにそんなテクニックやいろんな世界を知れるきっかけのお手伝いが僕もできたら嬉しいなと思います。というわけで、今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またお会いしましょう。ビスタンでした。バイビス。